はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。心の窓の動画版っていうのをね、今撮り始めたんですが、今回2本目ですがね、前回は、政府の法則、今回は木こりの法則でお話をしたいと思います。これどういうことかというとですね、ある木こりがですね、木を切るんです。一生懸命ね、5時間かけて今4本の木を切り落としました。大変な労力で切ってたわけなんですが、実はですね、ある人がノコギリの刃を研いだ方がもっと早く切れて楽だよって教えたんです。でも木こりはそんなことしてる暇ないと、とにかく切り倒さないと木が次々来るから、もうとにかく次のにかからないといけないんだって言うんですよね。でもね、実は、そのノコギリの刃をですね、40分かけて研ぐとですね、10分で切れるんですよ。楽に切れるんです。その40分を惜しんだために大変な、思いをするわけですね。40分かけて刃を研ぐと10分で切れる。そしたら1本目は1時間かかるところを50分で切り落とせるんです。でも1本目は、10分の得かもしれないですけど、あとの4本はですね、全部10分で切れるんですよ。トータルして考えるとですね、相当の時間短縮になるんですが、それをやろうとしない方が実は多いってことですね。この40分刃を研ぐということは、別の言い方をするとですね、自分磨き、自分を磨くということです。例えば、なんかの研修を受けたり、勉強しに行きますよね。自己流でやるのもいいんですが、きちんとそういう専門家の方に習うとあっという間に身につくということはあるんですね。ですから、成功したければ成功者の近くに行けと、その成功者が学んできた、もう長い時間をかけて学んできたものが短時間で身につけることができるということなんですね。でそれをなかなかしようとしない、いろんな得たもの、例えばお金を出して買ったものですね、物質というのはいずれ壊れたり、盗まれたり、なくなったり紛失したりすることはありますが、自分の身についたものっていうのは誰にも盗めないんですね。自分のものです、それはね、誰にも持ち去られることはできません。ですから大切なのは自分磨き。私もですね、ピアノの、ネットで販売するのに、いろいろ考えたんです。これからの時代はどう時代になるかな、未来のこと、未来はどうなるかなって考えたんです。今まで通りチラシを配って新聞広告をして、お金をかけて広告費をかけて売るのが常識だったわけです。ところが私は、これから動画の時代が来るんじゃないかなと思ってやり始めたわけですね。っていうのは、遠方のお客さんがうちのホームページ写真を見て、このピアノ音が聞きたいって言われた時にふと思ったんです。音を聞かせるにはどうしたらいいかなって。2002年か3年ぐらいですから、まだネットで動画なんて出せる時代ではなかったです。ですから、ビデオで撮影して VHS のビデオにダビングをして、それを遠方に送ったんです。それを見たお客さんが、あ、こんな音だったらこのピアノ欲しいわと。あ、最近はね、これはね、あの昔の受話器、今はこうみたいですね。あの電話はね、こうじゃないです、こうみたいです。これは余談ですが、そうやってですね、遠方の方が動画を見て、ピアノを買おうと決めてくれた、遠方の方が実際にピアノを弾きに来なくても決めてくれたっていうことがきっかけで、これから動画の時代だなっていうことで、大型のサーバーを借りて動画で、ピアノの宣伝か説明を始めた。そしたら YouTube が日本に上陸してきて、これただやったら乗ってしまえということでね、YouTube でピアノを売るということを、多分日本で最初だと思うんですね、始めたんですね。それで、非常に新しいスタイルのピアノ販売っていうのが流れがついてきたわけなんですが、やはりそれをするにもビデオの前で喋る練習とかね、そういう自分の身になることを一生懸命頑張っていったわけですね。ですから、まずですね、木こりが歯を磨いたように自分磨きをして、自分に、プラスになる、そういう情報を取り入れることで、それから先の、ビジネスにしても、人生にしても大きくプラスに働いていくことは間違いないです。ですから学ぶということはとても、大事なことなんですね。今日はですね、木こりの法則という話からピアノの端まで飛んでいってしまいましたが、いつも直感で降りてきた話をするので何が出てくるかわからないんですが、木こりの話っていうことをね、何かの時に
ふと思い出していただけたらと思いますね。それでは今日はこの辺で終わります。さよなら。